三島なかなか上げられません。戸高、宮城抜けてきた、長いボールを入れる、宮崎だ、決まった。長いボールを前線に送る富山、大谷が走る、大谷が走っていくエリアの中に自分で持ち込んだ、この角度からゴールの前だ、決まる。スーパスを要求しましたが、なんか使いません。この先です。内野中を伺う平松が中に入ってきた、平松ゴー、もちろん八木下へ、中動き出して合わせようというところですが、こぼれている、決めた。真ん中、このまま中央を受けて、ここは八木下からのボール、クロスだ、平松。決まりました。交代の機会があります。前線にボールが送られて、平松シュート、決まりました。そうですね、佐々木洋次がやはり2列目、さあ平松どうだ、決まった。少し出しどころを迷って、薄井が動き出しています。薄井ワンタッチで前を見てクロス、加賀の対応、こぼれている末木のところ、こぼれてシュート、ブロックしてた中、まだあるか。